嵐の到来は、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター・フューシリーズ2第12話、2006年7月1日に BBC1 で初めて放送された。7月8日に放送された、永遠の別れと二部作を成し、そのパート1にあたる。本エピソードの舞台は、ロンドンで2006年のエピソード、エルトン君の大冒険よりも後である。本作では、サイバーマンが、 パラレルワールドから未知の球体を追って次元の裂け目を通って地球へ到来する。トーチウッド機関は新たなエネルギー資源を開拓するため裂け目をさらに広げようとする。本作では BBC の他の番組が登場する。バーバラ・ウィンザーがドラマイースト・エンダーズのペギー・ミッチェル役で出演し彼女がデン・ワッツだと推測したゴーストとザクイーン・ビクトリアで会話した。 ワッツは1989年に死亡したと推定されたが2003年に復活し2005年にもう一度殺害されて番組を退いていた。本作に出演した他のイギリスのテレビパーソナリティにはトリシア・ゴダード、アリスター・アップルトン、デレク・アコラがおり本人役を演じた。さらにワンカナダ・スクウェアのショットはゲーム番組ザ・アプレンティスの オープニングクレジットが使用された。1992年の BBC の討論番組、ゴストアーチも同名の番組が劇中で放送された。撮影はカーディフ湾のコールエクスチェンジとマウントスチュアートスクウェアで行われた。フィナーレである本に不作は当初賑やかな死体と悲しきスリジーンで焦点が当てられた裂け目のあるカーディフを舞台にしていた。 2005年にスピンオフ作品、秘密情報部トーチウッドの会議があり、デイビスがこのシリーズの舞台をカーディフに決定し、嵐の到来と永遠の別れの舞台はロンドンのカナリー・ワーフに移された。本作の舞台は大部分がトーチウッドであり、今回で初めて劇中に姿を現した。トーチウッドというフレーズはドクター風のアナグラムで、 ドクター風のシリーズ1の撮影の間にテープを隠すため使用されていた。このフレーズはシリーズ2の大部分にわたる伏線であり、初登場はシリーズ1、バッドウルフであった。本作の第2のプロットはサイバーマンでサイバーマン襲来と鋼鉄の時代に登場したパラレルワールドのものが登場した。プラスチックシートを破るサイバーマンは サイバーマンの登場を通じて繰り返されるテーマであり、特にザ・トゥーム・オブ・ザ・サイバーメン、ザ・インベージョン、アース・シャックを踏襲している。ミッキーが言及したサイバー・キングは後にもう一人のドクターで登場した。また、本作はフリーマージマンが初めて出演したエピソードでもある。今回は彼女が後にシリーズ3で演じたマーサ・ジョーンズの役ではなかったが、後に マーサの10枚であることが判明するアデロアという登場人物を演じた。ラッセル・ t デイビスは、アジマンのアデロア役の演技に感心して、彼女を呼び、ビリー・パイパーが交換した後のコンパニオン役を埋めた。サイバーマンとダーレクは、以前にもザ・ホイール・イン・スペース、ザ・ウォー・ゲームズ、ザ・マインド・オブ・エビル、ラガ・パリス、ザ・ファイブ・ドクターズ、ダーレク孤独な魂で同時に登場しているが、 サイバーマンとダーレクがメインの役で共演したのはこの二部作が初めてである。ダーレクの登場を伏せておくため、どのプレビューテープにおいても最終シーンは除去され、放送まで保留される最終シーンと書かれたタイトルカードに置き換えられた。これはドクター風マイクロサイトの恐怖予報チームに渡されたコピーでも同様であった。本作の視聴者数は百十九万人で二千六。 フィファワールドカップの4試合とドラマ、コロネーションストリートの2エピソードに次いで、その週で7番目に多く視聴された番組であった。対応するドクトル風コンフィデンシャルのエピソードは57万人の視聴者を獲得した。本作の評価指数は86で、ドラマシリーズの平均ベースライン77を上回った。日本では2007年3月6日に NHKBS2 で、 2008年2月26日に NHK 教育で放送された。2011年3月27日にはララ t v で放送された。本作は一般に評価から良い評価を受けた。ザ・ステージは本作が緊張したコンテスト、ドラマ、涙、逆境、そして究極の戦いで直面する2つの強力な力に満ちているとコメントし、 その晩早くにあったサッカーイングランド代表の負け試合をさまつなこととして扱った。また、レビュアーはクリフハンガーで番組への彼の愛情が深まったと主張した。ガーディアンが見は本エピソードが最高に戻ったとコメントし、ザ・ピープル氏はドクターがザッピングするシーンのユーモアを称えた。テレビジョンウィズ・アウト・ピティのジェイコブ・クリフトンは本エピソードを A マイナスと評価した。 イグンのアフサンハクは、本作の評価を10段階評価で9.8とし、エピソードの歩調を合わせとサイバーマンとダーレクの発覚を、たえ、最高のクリフハンガーだと結論付けた。イギリスでの最初の放送の後、嵐の到来は、危険な、お絵かきや、永遠の別れとともに2006年9月25日に、DVD で発売された。日本では2007年5月23日に同じ。 組み合わせで特典映像ドクトルフコンフィデンシャルと第2シリーズ NG 集付きで発売された。嵐の到来と永遠の別れは2007年9号賞映像部門短編部門にノミネートされた。ありがとうございます。